僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニュクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけてるのかな？ニュクスを倒すしかないの分かってるけど、でも考えてみたらそれってやっぱり影時間を消すことなわけでしょ。もしかして本当に倒したら私たちの記憶って消えちゃうのかも。でも私、そうなってもみんなのこと忘れない。そのことが私たちの思い出から何を奪おうとしても絶対忘れない。よし、なら戦いの後何がどうなったって絶対みんなで会う約束にしようぜ。それでもなお正面から戦おうとする強い意志、その心がもっと多くの人々にあれば滅びの訪れはなかったのかもしれないね。でももう遅いんだ。始まりの力であり、そして全てを終える力でもあります。
これを得た今のあなたなら可能かもしれません。決して勝ち得ぬ絶対のものから彼らを救うことがね。あなたが手にしたのはユニバースの力、文字通りの宇宙。もはや何事の実現もあなたにとっては奇跡ではない。あの、アイギスです。開けてもらえませんか？よかった。また
あなたと会えた。ごめんなさい、急に来て。だけど私、どうしても話がしたくて。私、思い出したんです。皆さんは忘れちゃってるみたいですけど、私、また思い出した。私たち、あの時。すみません、こんな。ただ、全部思い出したら、なんだか、あの最後の戦いの時みたいに、あなたが遠くへ行っちゃいそうで。卒業式の日ですよね。ごめんなさい、式もう始まっちゃいましたね。外、とってもいい天気ですよ。覚えてますか？みんなで約束した場所。先に行ってましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見えるところに。思い出した。そう、私は父の死に触れ、一度は生きる意味さえ失いかけた。あら、私、大切なこと。え、真田先輩？いや、ちょ、なんすか？でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受けて立つ。曇りもない。なぜなら、約束。なぜなら、私には大切な仲間がいて、そしてどんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。あいつとアイギスのこと。あ、分かっている。みんな行こう。おい、待ちなさい。式の最中だぞ。どういうつもりかね。風、気持ちいいですね。私、春をこうやって体験するの初めてです。でもこの季節もやがて過ぎていってしまうんですね。あなたと一緒に戦って世界の終わりと向き合って、私、ようやく少し分かりました。私の探していたもの、生きるってどういうことなのか。それは多分、逃げないできちんと考えること、終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも今ならわかります。守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時、はっきりわかったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めて分かりました。だから私、決めたんです。私、これからもずっとあなたを守りたい。あなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもいいんです。そのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。
がとう。そうですね、おかしいですね。せっかく大切なことが分かったのに、こんな。おーい、皆さん、そうですね、私には絆を結んだ人たちがいる。きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます、あなたを守るためなら。ありがとう、本当に。疲れたでしょ？今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。